どうもコトコです。おはようございます。ということで今日は Get Ready With Me をするので、もしよかったら皆さんも一緒に準備をしてみてください。早速準備をしていきたいと思います。で、今日はお仕事なので、お仕事のメイクを、お仕事の準備をしたいと思います。で、早速、最近よく使うサブリマージュですね。下地として使ってます。これテクスチャーがわかるかな、こんな感じでね、すごいいい感じにパール感がすごいお肌に乗るので大好きです。これをお肌全体にまずなじませます。お、最近面白い話は特にないです。 最近っていうか、そんな面白い話ないんだよな。そうね、なんだろう、最近は料理、また料理熱が再熱していて、もともと料理大好きなのでたくさん作るんですけど、料理をよくしてます。それで食器を買い揃えたので、なんか新しい食器を買うとすごい料理へのモチベーションが上がるので、なんか料理のモチベーションがない方、ぜひ新しい食器を買いに行ってみてください。で、最近このね、下地っていうか日焼け止めなんですけど、ずっと使ってるこのカラーチューニング UV のアリーの日焼け止め、最近この紫とアプリコットを、ラベンダーとアプリコットを混ぜて使ってます。ずっとアプリコットだけだったんですけど、その肌の色的にちょっと青みっていうか、青みがあった方が肌に馴染む。このパープルとアプリコットをこうやって一緒に使うんですよ。2対1ぐらいで。やばい、ちょっと塗りすぎたかも。いいや、日焼け止めはたくさん塗って悪いことはないので。パープルの色が結構ね、お肌に明るさをプラスしてくれるから、結構肌色が2トーン3トーンぐらい明るくなるんで、あんまり塗りすぎると首と顔の色が変わるから気をつけてください。そう、日焼け止めはね、私そうだ、日焼け止めといえば、私本当に社会人になるまで、大学生の時とか日焼け止めを全く塗らない人間だったんだよね。で、日焼け止めを塗らないからすごい日焼けもするし、焼けても肌が健康っていうか、肌が若いから大丈夫って思ってたんだけど、そのやっぱりシミとか肝斑が出始めてきて、若い時から本当に絶対に日焼け止めを塗っとけばよかったって本当に思うので、これを見ている方、何歳でも必ず日焼け止めを塗ってください。もう雨の日も晴れの日も曇りの日も、なんなら曇りの日が一番紫外線吸収するらしいです。そうだ、食器ね、食器の話さっきしたんだけど、食器屋さんのなんか結構聞かれたんで、インスタで。私が買いに行ったのは、恵比寿のハーベストっていうお店に買いに行きました。すっごい可愛いのがいっぱいあったんで、結構おすすめです。そしてね、安くなってたんですよ、なんかセールをやっていて。で、続いてちょっともうこれ見せれないぐらい、もう底見えがすごい、もうずっと使ってるコスメデコルテのコンシーラーです。本当にさ、コロナの自粛の時に、2019年違うか、2020年か、2019年か、もう分かんない、あっという間じゃない？コロナのせいって言ったらあれだけど、本当に時間が経つのがあっという間すぎて、っていうか何にもしてないのに2021年終わる感じがするの。絶対こういう感覚私だけじゃないと思うんですけど、いつの間にこんなに時間が経ってるのって思う。何かを成し遂げた記憶がない。今まではね、コロナ前はすっごい旅行たくさん行っていて、なんか毎年必ず夏と冬ぐらいは行っていたので、海外とかに。本当に何もしないで、ただ東京にいるだけ。それで終わった1年が。そうだ、なんか私もともとお姉ちゃんと姉と一緒に住んでたんですけど、一人暮らしのルーティーンっていうのを出したから、あれお姉さんと一緒に住んでないんですか、もうっていうメッセージとか質問が結構来たんですが、そうなんですよ。今は一人暮らしをしていて、厳密に言うと同じ建物に住んでます。違う部屋に今は住んでいて、同じマンションだからしょっちゅう会うんですけど、いつも会えるんだけど。そうなんですよ。お姉ちゃんとは結構頻繁に会いますね。夜ご飯とかよく一緒に食べるし、お昼ご飯とかも私が姉の部屋に行って、これルナソルのスタイリングアイゾーンコンパクト、眉毛描きます。で、お姉ちゃんの部屋行って私がご飯作ったりもするし、私の部屋でご飯作ってお姉ちゃんを呼ぶこともあるし、基本ご飯は私が作るんだけど、一緒に食べるときはね。でもそうなの、今はね、違う部屋に住んでる。生活のスタイルっていうのがちょっと違うから、
ちょうどいい距離感だなと思う。一緒に住んだ頃はね、やっぱりどうしても喧嘩があったんですよ。どんなに家族で姉妹で仲良くても近すぎるとどうしても喧嘩はねしちゃうよね。姉ちゃんもすごい優しいのでそんなに大きな喧嘩はないんだけど、まあ、なんか疲れたりしてる時とかってさ、どうしてもなんか人が同じ空間にいるとなんか難しいこともあるじゃないですか。なんでまあいい感じの距離感を保とうということで違う部屋に住んでますけど、いつでも会える。そう、もういつでも会える。もう部屋出たら会えるんですごい良いですよ。私と姉は本当にね距離が近すぎるからね、よくびっくりされる。どうしてそんなに仲いいんですかって言われるけど、なんで仲いいんだろうね。占い占いの話もする。はい、今日はねディオール使います。ディオールのこのパレットは4番のパレットだね。4番です。そう、なんか私占いそんなに信じないんだけど、あの都合のいい、自分に都合のいいところだけ信じるようにしていて、悪いこととか書いてあったり言われて もう全く信じないようにしてるんだけど、なんか姉と一緒に占いっていうかなんか霊視みたいな本当かなって思いながら、友達におすすめされたところに姉と行ってみたんですが、なんか結構面白くて、なんかそのエンターテインメントとして楽しむ分にはすごい良くて、姉と私の距離がすごい近いのもあるし、なんか前世が、私と姉はその1個前の前世とかではなくて、なんかその何回もこう輪廻転生して生まれ変わってる中のいつか大昔に恋人だったらしいの。で私が彼氏で姉が女のなんか彼女みたいな、で恋人同士だったんだって。だから今も兄弟姉妹として生まれたけど、そうやって恋人みたいな、友達であり恋人みたいな関係でもある。あ、そう、そして最近私の姉も私と同じ髪型になったんですよそうなの。だから今2人並ぶと、ちょっと今度ね姉も連れてくるんだけど、姉と私ほんと分け目が違うだけで今同じ髪型なの。やばいですよね。そうなの。でも私は黒髪なんだけど、姉は今ブラウン、明るめのブラウンだから、まあ、ちょっと違うんだけど、でもすごい髪に切ってさらに似てる気がする。お仕事の日とかはね、あんまりお仕事の日だからこういうメイクっていうのはないんだけど、私の場合は、まあ、打ち合わせとかは本当にもう好きな感じでいくからいいんですけど、最近ピンク系のメイクが多すぎたからちょっとブラウン系で、ブラウンとピンク、やっぱピンク味は入れたいのよね。血色感が出るからピンク好きなんで、最後にピンクでなぞる、また血色感が出て可愛い感じの目元になるんじゃないかなと思います。大人可愛いみたいで、ちょっとアイライン引くんだけど、アイラインもすごいこういう時適当なんだよね。目尻だけっていうかね、これ撮ってるの今10月の末なんですけど、なんか街がクリスマスっぽい感じになっててびっくりした。街がっていうかクリスマスツリーが、あとびっくりした。早くない？今だ10月なんだけど、クリスマスもうなの？私今年のクリスマスはね、実は実家帰ろうと思っていて、そう、小太郎くんが誕生日が12月24なんですよ。だから小太郎の誕生日をお祝いしに、まあ、実家帰ろうかなって思ってるんだけど、なんか最近はここ数年っていうか、年末年始は必ず北海道に帰るんですよ。でクリスマスは結構その女の友達で集まることが多くて、チークね、チークシャネルです。チークシャネルの608番。今年のクリスマス、なんか私の仲いい子たちがさ結構暇っぽいので、12月24は友達と過ごすか実家に帰るかで今ちょっと迷ってる。今年のクリスマスさ、12月24が金曜日で12月25が土曜日なんですよ。やばくないですか？もう絶対世の中のもう街に一歩でも出たらもう絶対に恋人たちで溢れてんの。恋人たちのクリスマスなの。恐ろしい。だから私はもう沙織とか、まあ、エリとか、アッコはね婚約してってか、多分その頃にはもしかしたら入籍してるかもしれないから、アッコはまあ多分参加しないけど、リリコとかと女子会みたいなしようかなって思ってます。それかまあ実家帰るか、まあ悩んでんだよね。実家帰りたいけど実家帰るしね、年末。で涙袋を描きます。からどうしようかな。え、みんなはさクリスマスどうやって過ごすの？気が早い？早いかな？早くないよね。みんなはどうやってクリスマス過ごすの？だって金曜日だよ24が、で土曜日だよ25が。すごくない？そんなのさ、もうさみんなさ絶対にさデートするじゃん。いいの？
はい、ボビーブラウンのハイライト。絶対にみんなデートするでしょ。デートしない人もいるのよ。まあ金曜日だから24は仕事だとしても夜がね。だから本当に絶対に早く、もし彼氏とか友達とかと、まあご家族とでもなんかレストラン行きたいんだったら、もう絶対早くから予約した方がいいですよ。もうなんなら人気のお店多分もう開いてないでしょと思ってるので、私はね、どうせホームパーティーだからうちで集まるから、大抵友達とか集まるときうちなので予約なんてしない。でもクリスマスケーキ予約しようかな。すっごい可愛いんだよ今年のクリスマスケーキ。もういろんなデパートの百貨店とかのクリスマスのケーキを見るのが好きなんだけど、すっごく可愛いの。ちなみに私狙ってるのがあって、ヒカリエの今年のクリスマスのもうだからテーマがファンタジーみたいな感じだったっけな。とにかくメルヘンな感じですっごい可愛いの。欲しいのがあるんだよね。でリリコからシェアされて、可愛くないみたいな。え、もう絶対それいいじゃん。予約して絶対買おう。うわ、クリスマスパーティー楽しみだな。もうクリスマスパーティーする前提になってる。楽しみ。プレゼント交換とか大好き。友達とクリスマスプレゼント交換会するときは、予算はね、5000円にしてます。1万円だっけな ?5000 円だっけな ?5000 円だったかな。結構楽しいの。結構豪華なものが当たって楽しいの。小太郎くんすごい寒がり。小太郎くん寒がりで、もうこの時期とかはもう寒いんですよ。家の中もちろん暖房つけてるからポカポカなんだけど、小太郎くんすごい寒がりだからお洋服着るのもう絶対。だから夏以外はもう基本お洋服着てるんですよ、あの子。なんで冬のセーターあげようかな。めちゃくちゃたくさんお洋服持ってて可愛いの。なんか会うたびね違う服着てたりして、でもやっぱお気に入りのお洋服があるみたいで、何回も登場する服もあるんだけど、とにかく可愛いから小太郎が気に入るような服をこっちゃんは探すよ。なんであんなにね可愛いんだろう。なんか小太郎ってほんとなんかね、人間っぽいのよね。すごく人間っぽいの。すごい可愛いのよね。で、まあお仕事の時ね、メイクこんな感じなんだけど、唇の色どうしようかな。で今日ちょっとこれ家の中ちょっと寒くて着てるけど、まあ、今日仕事行く時こんな感じで行こうと思ってるんで、これね、トップスザラね、これぐらいの丈なの。だから秋にちょうどいいの。髪型もね、もう何もしてないんですよ、これ今。寝起きでブラッシングしたの。最近たまに真ん中で分けるんだけどさ、長さとフォルム的にさ、芸人の長野さんになっちゃうんですよね。これ、真ん中で分けると。ちょっと長野さんっぽくない？ラッセンが好きって言ってる感じ。でも仕事ない人からオイルつけないこともあるんだけど、一応まとめるためにつけます。リップね、何がいいかな。リップこのスックとかどう？コンフォートリップオイルグローの106。これなんかね、クリスマスコフレなのかな、限定なの。すっごい可愛い。色はちょっとこういう感じで、深み系ですね。うん、可愛い。秋冬って感じで可愛い。このタイプのさ、リップがさ、すごいみずみずしくてうるうるしてて色落ちしづらくて、素の唇感がさ残るのが可愛いよね。多分グリって塗ると結構つくのよ、色が。からこれぐらいで、うん、可愛い。これ可愛いかも、色。うん、どうですか。はい。まつげはね、最近もうまつパをずっとしていて、これわかるかな、まつげがビューラーしなくても常にこの状態で、今ね今回して3週間は経ってるの。リペアはだいたい1ヶ月から1ヶ月半でいってるんですけど、めちゃくちゃ持つんですよ。だからね、ずっとこの状態だからね、すごい楽ちんなのよ。お風呂入ってもさ、まつげがピョーンってなってて、そうなんかすっぴんでもちゃんと目元がこう生き生きしてるの。だから私はもう最近ずっとまつパに頼ってます。こんな感じかな。はい、メイクは完成です。どうですかね、皆さんの最近のメイクのお気に入りとかあったら教えてください。なんかオレンジメイクしてるよとか、秋だからボルドー系のリップにハマってますとかあったら教えてください。最近はね、こう私もともとさ、お花大好きで花瓶を集めてたんですけど、この私の一番お気に入りのね花瓶、この子なの。お尻ちゃんって呼んでんだけど、お尻が可愛いの。すっごい可愛くない？可愛い。前から見るとおまたなんだけど
後ろ姿がすごい好きで、私これお尻ちゃんと呼んでる花瓶で、お尻ちゃんの使い方が分かってなくて、なんかどうやって花を生けたら一番この花瓶がまあ生かされるんだろうと、生きるのだろうと思っていたんですが、分かったんですよね最近。こうやって短めで、ちょっとこれもうさ結構1週間ぐらい経っちゃったからちょっと元気なくなっちゃってきてるんだけど、こうやって短めでパーって咲かせる、いっぱい入れるっていうのが可愛いんですよ。可愛い可愛くない？でこのバラとかもさ、最初はもっと色濃かったんだけど、バラとかってこうやって色のあるお花って退色していって、こうやってちょっとくすんでくるのも可愛い。だから時間の経過でもっと可愛くなる。あ、しかもいい香り、最高。他のお花は常に飾るようにしています。こっちはちょっと背の高い感じで、秋の木々って感じ。これもちょっと時間経っちゃってるんで、ちょっとね枯れてきつつあるけど、でもまあ頑張ってる方ですね、1週間経ってるから。はい、ということで準備完了です。皆さんも準備できたかな？では私は仕事に行ってまいりますので、また見てください。あとそうそう、ゲットレディウィズミーとか、なんかこうやって一人でずっと喋る系結構苦手というか、あんまり得意じゃないというか、下手なんですよ。好きだけど下手なので、なんかこういうトピックっていうか話題が知りたい、こういう話を聞きたいっていう、なんかリクエストください、リクエストをくださいっていうリクエストをさせてください。なのでリクエストをください、お願いします。じゃあまたねー。